皆さんおはようございます。妙高220ポンド体重元100キロの松原妙高です。マイクのテストのためにですね、今バイクを走らせてます。 DJI のですね、ピンマイクを使ってましたんですが、どうもねうまいことこもったようなね声になってしまうもんですから、バッファローの一番安いモトグループではですねよく使われてるマイクですね、それに戻しました。どうなのかな、うまく入ってるのかな、ちょっと、その辺気になるところですけれども、テストしてこの北方町の街の中をですね、少し走ってみたいと思います。先日ぐらいからですね、なんかこうチェーンがカチャ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 音がするような気がしましてね、今日あのバイク屋さんへ行きまして、あのチェーンオイルとかチェーンのオイルはどのぐらいの周期で、塗ったらっていうか刺したらいいのかとかですね、あとは、チェーンの針ですね、どのくらいだったらいいのかということで教えてもらいに行きました。確かにねそういう動画 YouTube で見かけたことがあるんですけれども、私膝が痛いもんですからね、まあ、そういうこともできれば、まあ、本人がそのくらいねそのくらいはオーナーがチェックしなければならないぐらいのことだと思うんですね。けどまあ私膝が痛いもんですからね、っていうか回らないんですよ、膝が回らないもんですから、かがみ込むということがねもうできないんですね。でもうできないことはもう人に頼るしかなくて、バイク屋さんで、まあ、そういう中で一番いい方法がないかということでね相談したわけでございます。丁寧にですね、まずチェーンオイルをね、お店で売ってるので買ってくださいということで、定価が2100円ぐらいだったかな、でそれ、まあ、あの少し割り引いてくれて消費税入れて2000円ぐらいだったと思うんですけれども、買わせてもらって、でそれ持ってってですね、まあ、メンテナンスの方に、どんな感じなのか一回ね、手本を見せてもらって、で、チェーンの見本みたいなものをこう出してくださって、こことここを塗るようなイメージで塗ってくださいというような、要はチェーンの外側ではなくて内側ですね、それからつなぎ目みたいなところ、まあ、そこら辺にですねをかけるというようなイメージでセンタースタンドを立てて、タイヤをですねくる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 回しながらチェーンのオイルを拭いてみました。であと針ですね、チェーンの針についてはこう止まった状態でチェーンをですね指で持ち上げて3.35 から40っていうわけですから、まあ 3.5 センチから4センチ、かなりそんなだそれだるだるじゃないのって思うんだけど、あの張りすぎるとチェーンやロケットが傷んでしまうというようなことでですね、今これだったら大丈夫なんで、このくらいの感触っていうこのくらいの感触を覚えておいてくださいということで、実際指つくんでですねこうやりました。まあ、なんだかんだそんな話をしてまして、6月のですね15日真ん中あたりにですねまた熊谷まで、片道420キロぐらい走りますみたいな話をしましたら、まあ、その前に一回来てくださいって言って、でチェーンの状態であるとか、あと、空気圧ですね、チェックしましょうということで、チェックしてもらえることになりました。帰ってきた頃にですね多分次回のですねオイル交換が5300キロになってますので、今4400キロということですから、まあ、次回その熊谷から帰ってきた頃にはですねオイル交換、もしくはですねこの1ヶ月ちょっと乗り込んでですね、で熊谷に行く前にですね、オイル交換をしていくというような感じになるかと思います。まあ、できるだけ
ね、いい状態で長距離走りたいと思うわけなんですね。タイヤの空気圧なんかが低くなるとパンクしたりというようなこともね、リスクが高くなりますのでね、その辺は適正な空気圧でですね入れていきたいと思います。あとちょっと話前後してしまったわけなんですけれども、チェーンのオイルなんですけども、それ走行距離にもねよる、それは当然だと思うんですけれども、まあ、私の場合今購入して実際に乗り始めてから1年ぐらいで4500キロぐらい走るようなものの人ですとね、まあ、1ヶ月に1回ぐらいさせてもらった方がいいでしょうねなんつって、ことを担当の方は言ってみました。その方はですね毎日通勤でどのくらい乗られるかちょっと具体的な数字はもらえませんでしたけれども、2週間に1回ぐらいはですねチェーンオイル塗ってるということで、結構頻繁にね塗られてるんじゃないかなと。チェーンもスプロケットもいいものを使ってるので、そのくらいちゃんと塗っておいた方がいいですよというようなことでお話になりました。確かにそのチェーンオイル塗ってですねちょっとこれでもうすでに20キロぐらいは走ってるわけなんですけれども、なんかチェーンがねこう緩んで当たるようなそんなような異音がしてたんですけれども、それもなくなりました悪っきりね、お恥ずかしい話、1年ぐらい、まあ距離にして4400キロですかね、チェーンに油1回もさしてなくて、とんでもない話ですね。その今頃になってお恥ずかしい話なんですけれども、とても反省しています。まあ300キロ、400キロぐらいで刺すぐらいのね、イメージでこれからはですねちょこ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 刺していきたいというふうに思っているんです。よいしょ。あとタイヤの話が出てましたね。カブのタイヤ、まあそれぞれねメーカーによって、いろいろ特徴って言いますかね、もちろんその好みがあると思うんですよね。例えば私の場合でしたら車ならばですね BS のタイヤが私は一番だと思ってるもんですから BS のタイヤ、中にはねミシュランがいいとかダンロップがいいとか横浜がいいとか、まあ、それぞれやっぱり好みって言いますかねというものがあると思います。もちろんね韓国のねタイヤも今安く出てますのでね、そういうものを選ばれてもいいわけなんですけども、10割そばって書いてあるね、セルフって書いてあるんですね。6月下旬オープン、新しい店ができるようですね。それはそれでいいわけなんですけれども、やっぱりね機会があればちょっと乗り比べてもらうとね、いいわけで、例えば YouTuber の方がミシュランがいいとかって言ってて、まあ、その YouTuber のことを知らせて見える方がね、まあ、ミシュランのやつもらえ履かれたり、それはまあ自由なんでいいわけなんですけれども、株の場合ですとね、例えば BS なんかもですね、どちらかというと業務用タイヤなんですよね。まあ、これあくまでも担当の話なんですけども、業務用タイヤなもんですからあんまり乗り心地、それが業務用タイヤっていうとどうしてもねこう耐久長い距離をね走ることができるというようなところに重きを置くということで、まあゴム質が硬いというふうに一つに言う一括りでは表現できないかとは思うんですけれども、乗り心地というのはねあまり良くないと言われてますね。やっぱりね外国製のタイヤっていうのはね私個人的にはねあまり信頼してなくて、車の場合でもですねミシュランなんかのタイヤを一時期履いたことがあるんです。一回履いたことがあるんですけども、四駆のね大きい、まあ、テラのレクラスっていう日産のですね 3.5 リットルのエンジン積んだ
四駆に乗ってたことがあるんですけども、その車にミシュラン履いてた時は足立でですね、ハンドルがね取られるようなね、そんな感触が私はありました。あまりにもねブル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 取られるもんで、まあ、あの途中でねまだあまり減ってなかったんですけれども、ブリストルに変えたわけですね。そしたらあの BS の場合でしたらね、同じ道でですね、そのハンドル取られるようなね、そんな動きはなかったですね。というようにやっぱりメーカーによってね、いろんな癖って言いますか特徴がありますんで、ご自身でできれば初め経験がないうちはあのいろいろ乗り比べてもらった方がいいのかもしれないし、単純に乗り比べてって言ってもね、やっぱお金がかかるんでね。私はね、カブに関して言えば純正のですねタイヤですよね。それがね、私は一番いいと思います。それではまた、お会いしましょう。妙高220ポンド体重元100キロの松原妙高でした。それではまた、さよなら。